はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです。さあ、続きをやっていきましょう。バブルマンをやっつけたんで、次はヒートマン、まあ弱点かなと思うんで行ってみましょう。ただヒートマンの次ですよね。このヒートマンやっつけたら次どこに行こうかなっていうのはちょっと迷いところですけど、さて、いきなりなんだかよなんかどっかでベースの音が聞こえてしまってたらすいません。あー、やめろやめろ。あ、うわー、いきなり死んじゃったよ。さてさて、そうですね、このヒートマンのステージ、まあ、昔ね、誰かの実況を見ててあったんですけど、消える足場、おお、結構飛んでくるな。消える足場がね、多分あると思うんで、おお、それがまあちょっとネックですかね。 X も言ってたんですよ、できないって。あ、危ない。よし、ノックバックを利用した。あ、え、ここもちょっと若干滑る。あ、ロックマン2はだいたいこんな感じで進んでいくのかな。滑る感じですか、ロックマン2は。嫌ですね、嫌だなこれ。よいしょ、怖い。この3、あ、怖いなこのゲーム。よし、ほい、よいしょ、よいしょ、よし、おっと、こいつは何かで倒せるかな。バブルで倒せるかな。ほい、ダメか。ほい、くそ、これか、恒例の消える足場。こう、こう、こうで、こう、あ、ちょっと無理やりいける、いけないかな。こうでしょ、こう、こうで、こう、あー、まだだ。こう、難しいな。ほいほいほい、あー、あー、いいです、勘弁してくれ。よし、よいしょ、ですぐ近く、おい、よし、降りよう。ここに、あ、敵はいないか。この雑魚でちょっと HP 回復したいですね。ダメダメか、進んだ方がいいか。おい、え、あ、ここも、はい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 、1、2、うーん、きついな。ほい、よいしょ、あっち行け、あ、こっち来んな。ああ、こっからか。ってことはもう中間を越えてるから、もうすぐなのかな、多分。もうすぐ消える足場地獄が出るはずですね。それなんで、なんか順序っていうかタイミングがなんかバグってんな。おっと、ここだ、あー、まずい、タイミングが取れない。ちょっとあっち行ってくれないか。よいしょ、よし、ここだ、ギャース。バブルをここで使った方が良さそうだな。もったいないからっつって温存するのは良くないですよね。ああ、こっち来んな、こっち来んな、あっち行け。くっそ、うまいこと通れないっつうか、道が開けないな。ちょっとやめてくれないか。ほい、お、危ない、こっち来んな、あっち行け。あ、畜生、タイミングが取れねえな。ほい、あよし、お、あ、タイミングいい、いいですね。ん、これは破壊できるブロックってことは、なんか確かね、右下にね、クラッシュマンっていうのがいましたよね。あれを
あれが有効的なボスだったのかな。そうするとバブルマンの弱点は何だったんだろうかっていう話になるけど、よし、危ねえ、ギリギリのタイミングだった。ほい、よし、この辺からか、消える足場ラッシュ、はいはいはい、ん？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 ちょっと待ってくれ。1,2,3 で上に入って下に行って上に行って上に行って上に行って、その後はちょっと見えない感じか。よし、じゃあ行ってみよう。1,2,3で上に行って上に行って降りて上に、あ、違う、渡って上に行くのか。これジャンプの方が早いか、同じか。渡って渡って渡って上に行って上に行って降りて渡って上に行くで渡る渡る、あー何もない、うわー、なんでゲームオーバーなんですか、マジですか、救いはないんですか。もう一回だ、まだ6分でしょ。今回は割と早めにで中間まで来ましたと。ああ、カットしてるかもしれないから。別にね、大したところでもないしな。で、若干の回復、うん、若干の回復は欲しいよね。でも多少食らっちゃってる。あれってか、いい感ないんだけど。本当に何このゲーム、いい感ないんですか。昔のなんかニコ動のマットとかにはなんか、ああ危ない、つっかえて死んだかと思ったぜ、死ねるぜ。ふーん、ふーん、あー、タイミングが読めねえな。ここだ、バブマの、よし、うっそ、俺の計画が台無しじゃないか。ひどい、ひどい話だ。あれ、これバブルマンじゃないか、もしかして。ちょっと幸先不安になってきたな。弱点武器でやれないと結構不安だぜこれ。ほい、あ、鬼門だな。ほい、ほら、これだって無限じゃないのかな。もしくはこれを誘っ、よし、今だ。何でもスピーディーに行かないとダメですね。怖い怖い。おいしょ。おい。あ、ダメか。おい、ちょ。こっち来るな、あっち行け。あー、またハマっちゃった。ほい、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 ほい。取れない。くそ。うまいこといかないの。1、2。1,2,3 でいいか。1,2,3、よし、これはこのままいけるよね。よし、でここまで来て、難関ですね。1,2,3で上がって渡って降りて渡って上がって、あ、上がれない、またか。うん、まあ死ななきゃ安いっていうのはありですよね。こんだけね、体力満帆にしたって意味ないからな。渡って渡って渡って上がって渡って降りて渡って上がって渡って渡って、うわ危ない、降りて渡る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 、降りる渡る、欲張らない、行く行く、うわラッシュジェットカモン、もう覚えてないよここ、どうしよう、ここ後回しの方がいいかな。行けなきゃしょうがないもんな。ここで
無限にさ HP 削るの HP っていうか削るのも良くないかな。誰だって楽したい、みんな楽したい、私だってそうする。ここは勇気ある撤退だ、ステージセレクトということでですね、ヒートマンを諦めるとして、じゃあ他に、まあ他に弱点武器があるとしたら何か、もしヒートマンの弱点が、でもなんだろう、メタルマンは多分ウッドマンなんですよね。でウッドマンはなぜかエアーマンでしょ。じゃあエアーマンの弱点は何か、ヒートマンなのかな。風と火でしょ、吹き消せるかな。でもねクラッシュマンっぽいんだよね。でもフラッシュマンが一番わかんねえな。敵はどれが弱いんだろう。バブルマンがやっぱ最弱だったのかな。ウッドマン行ってみようか。死ぬ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 、うわー、あー、どういうことなの。どうしよう、何かマジで有効的な対策が取れない。確かね、もう一個どっかクリアすれば、いや待てよ、もらえるの多分ラッシュコイルだろう。まずおとなしくフレームマンじゃない、ヒートマン行こうか。行くか、うわー、うわー、ダメだ、渡る、危ない、渡る、うわー、しまった、あー順番間違えたなー、これ30分、ちょっとこれマジカットだな。あのウッドマンのステージをやった下りとかをカットすればいいか。ほい、少しずつ見えてはきているんだけど、なかなかどうしてね、うまくないんで、いかないですね。 X なんかもね嫌いらしいんですよね、こういうので。あいつの方がね凝り性なんですけどね、やり込み要素とかはかなりやっちゃうタイプなんで、あいつどこ行ったよ、あ、いたか。なのにこういう、何かやり込みのベクトルっていうか方向性が違うんですかね、私とは。ほい、まあ、確かに俺はその称号みたいなものはあんまり興味ないんですよ。プレイステーションでいう何、トロフィー、あ、うまくいかねえな、とか、あの XBOX でいうところのなんだ、実績とか、ああいうのはねあんまり興味がないっていうか、やる気がないっていうかね、もう途中で飽きちゃうんですよね。なんか集めるとかって好きなんだけどさ、俺もそれだったら、お、危ない、こういう、まあ、普通のところですよね、普通のステージなんかをきちんとクリアしたいですね。あの特別ステージでもないですし、これが 1,2,3 やっぱ昔のゲームってこういう、なんだろう、純粋な難しさ、純粋な難しさってなんだって話になるけど、よし、こういう方がまあ合ってるよね。 1,2,3 で割ったで OK、 よし降りる、あっ、あーまたやっちゃった、ワンテンポ待って飛ぶ。あ、そうそう、 X さ、そういう代わり番号とかでさやれたらいいなと思ったんだけどさ、本当にあいつやりたくないって言うんだよ。まあ、っていうかむしろ五右衛門やろうぜって思うんだけどさ、言い出しっぺなんだから。あ、こっちだったか、なかなかね やろうとしない。よいしょ、いけ、よし、ほい、で上がる、オッケー、
でね、今危ない危ない人様、まあね、他の方がやってる動画の中でもあのメガドライブっていう昔のまたゲーム機でロックマン 1,2,3 をやってらっしゃるんで、今まだパート1、パート1っていうかロックマン1か、あまた登れない、ロックマン1をやっているんで、まあ2に入る前に1をね自分の方でやらで終わらしたい、まあ、ネタバレになっちゃうんでね、攻略とか最近のものを見てしまうと。よいしょ、あ、まあ、まあ、あれが投稿されたのは最近でもないか。よし。よいしょ、危ない。あんまりだな、ちょっと。ここで残機取るか？いやいやいや、あれ罠だからな。ここだ。あ、ここ、ここか。オッケー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 。降りるぞ、俺。あれ？ちょっと待って待って待って。もうボスじゃねえの？ちょっと待ってくださいよ。ここは愚直に愚直に逃げるぜ。 OK。 HP は残機、あ、残機 1R、 やった、マジバブルマン、バブルマン、これバブルマンいけなかったらマジバブルマンなんだけど、本当に俺の人生はバブルだぞ。ってやれるか、やれんのかバブルマン。いやマジで頼むぜ。おい、あ、あ、食らってる。 OK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 、 やれるやれるやれる。燃費もかなりいいよね。これはもうバブル連射でいけるでしょう。これやった、もう俺の勝ちは確定的に明らか。まああとはこのフレームマンの攻撃力は大して高くないね。もうあとはもうこれでバブルで押していけば勝てるでしょう。さらば、危ない、若干ねダメかと思ったけどね。テリッテリッテリッテリー、いやーよかったよかった。これで何分になるんだろう。まあもうもうカットカットカット、オットミックファイヤー、核の炎だな。おおお、何何何、え、あ、びっくりした。ドクターライトからのメッセージです。ライト博士、変じゃないか。アイテム1号が完成した、直ちに装備したまえ。はい、アイテム1号って何？ラッシュコイルのことかな。そうだよね多分。よし、じゃあセーブして今回は終わりです。ご視聴ありがとうございました言えてね、ご視聴ありがとうございました。失礼します。